ウィーザとの戦いからおよそ1年半余りの時が過ぎた。孫悟空は未だ地球には戻ってきていなかったが、地球には平穏な時間が流れていた。しかしその平穏も今破られようとしていた。地球に近づく邪悪な気配によって。みんな集まってた。クリリンさん、気づいてますか？フリーザと、もう一つのフリーザによく似た大きな木に。ああ、そりゃな、気づかないわけないだろう。こんなにでかい派手な木に。大変なことになったな。フリーザなのか？ああ、そうらしい。貴様ら、喋ってる前にさっさと戦闘力を消せ！マヌケめ！奴らはスカウターを持っているんだ。あのナメック星人はとっくにそうしている。さすがだ。ピッコロ、来たぞ。あっちに降りた。間違いない。フリーザだ。生きていた。やっぱり、フリーザの他にもう一人嫌がる。いいか、貴様ら、飛ぶんじゃないぞ。スカウターで探られんように歩いて近づくんだ。お前たち、あんな強い気を持つやつと戦っていたのか。冗談じゃないぜ。近づいていってどうしようってんだ。だったらどうする。ここで腐ってるか。好きにしろ。どうしようもないのはみんな知ってるんだ。はっきり言ってやろうか。これで地球は終わりだ。どうしてこんなことに。フリーザ来襲。どうしてあのフリーザが生き延びて。どうしてあのフリーザ。よくあんなとてつもない木のやつと戦えたな。フリーザってのはあんなにとんでもない木なのか。フリーザってのを見に来たのよ。ナメック星の時だって見たことなかったんだから。あ、行こうだ。カカロットの野郎、なぜとどめを刺さなかった。また奴と戦うことになるとはな。とにかく近づくぞ。歩いてな。近づけば近づくほど空気が重くなってきやがる。そろそろ奴らの宇宙船だ。準備はいいな。悪くない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間待つのか、フリーザ。もちろんだよ、パパ。だけどあいつが来た時悔しがらせてやりたいから、地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。
何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。フリーザ一刀両断、未来から来た謎の少年。殺しに来たって？僕たちを？片付けろ。はっ。ほほう、なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空、なるほど、貴様もあいつの仲間か。会ったことはない、知っているだけだ。やれやれ、貴様が部下を殺してしまったおかげで、このフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なーに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない、僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。はあ！くたばれ！くたばるのはそっちだ！ふっはっ！お？はい！逃げた！きます！はっ！やっ！そんな姿にまでなりはけて、よくおめおめと地球まで来られたもんだ。わざわざ殺されるために。お前たちは一瞬で僕に殺される、分かっているんだ。終わりだ。どうした、力を出し惜しんでる場合じゃないぞ。なぜだ。フリーザー！はっ！バカな！怒ってんだ。行ってみるしかあるまい。スーパーサイヤ人だと、そんなバカな。あのフリーザを一瞬で。誰の？悟空じゃないとしたら。信じられん。ねえ、さっきのは。フリーザを。あっという間に。あの人ですよね。気を抜くなよ、何やってくるかわからないからな。これから孫悟空さんを出迎えに行きます。一緒に行きませんか。なんでお父さんのこと。このすぐ近くですから、僕についてきてください。どうする。僕はあの人について行ってみます。行ってやるか。
奴の正体を暴いてやる。悪い人には見えないけど、得体は知れない。僕もそう思います。あいつ、でも、ま、あいつの言う通り損が返った。あいつ、でも、ま、あいつの、あの野郎、気に入らない野郎だ。はっ、なんで孫くんが帰ってくる場所、なんで孫、悪い奴には見えないが。大丈夫ですよ。さっきの状態がスーパー、悟空もあれと同じ強さだというのなら、とんだわけもんだな。这边那个黄金炖腿肉，这里这里，这个很贵，可以买到很好的，卖到很好的价钱，可是不一定拿得到。没有，好吧。那个是不是可以卖到20000多块，还10000多块吧？好，打一下架。どうしてお父さんのこと知ってるんですか？実は僕も話で聞いたことがあるだけで、会ったことはないんです。え？そうなんですか？ねえ、なんで孫くんが戻ってくる時間が分かってるわけ？それはすみません、言えないんです。フリーザを倒した時、あなたはスーパーサイヤ人でしたよね。すみません、なぜなれるのかは言えません。名前は？それもちょっと。それも言えないの？それじゃあ年は？年は17です。年齢は言えるんだ。すみません、年齢以外はちょっと言えないんです。ふーん、まあいいわ。地球を救ってくれたことには変わりないんだし。孫悟空さんが到着するまであと3時間近くあります。もう少し待っててください。そろそろ到着するはずです。ことが分かったんだ。この子がここに帰ってくるって教えてくれたの。誰だ？この子知らないって。全然？ああ、全然知らねえ。それにしてもフリーザたち倒したのは誰だ？すんげえ気だったな。フリーザたちもそいつがやったんだ。スーパーサイヤ人になってあっという間にな。スーパーサイヤ人に？孫さん、実はお話があります。二人だけで。オラと？そりゃいいけど。なんだよ、俺たちには内緒ってわけか。悪いな。みんなちょっと待っててくれ。とにかくあいつんとこ行かねえとな。Thank you.
聞かせてもらおうかな。孫さんは自分の意思でスーパーサイヤ人になることができますか？うん、最初はダメだったが、今コントロールできるようになった。今ここでなっていただけませんか？お願いします。わかった。これでいいのか？で、どうするんだ？じゃあ、僕もスーパーサイヤ人に。僕と戦ってください。本気でいきます。わかった。本当にオラとそっくりだな。僕も驚いています。すごい、僕もフリーザを圧倒できたのですが。おめえが本気じゃねえかさ。さすがです、悟空さん。お前もやるじゃない。これならフリーザを倒せるわ。逃げた。本当はあなたがフリーザを倒すはずだったんです。はずだったってな、どういうこと？地球にもっと早く帰ってきているよ。ですが無理だったようですね。そうでもねえさ。瞬間移動ってやつを教えてもらったからな。瞬間移動？僕は無意味に歴史を変えてしまったかもしれない。歴史を変えた？さすがです。噂は本当でした。いや、それ以上です。あなたには全てをお話しします。これからお話しすることは全てあなたの心の中にしまっておいてください。わかった。安心して喋ってくれ。ほら、口の家庭法だ。この時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが、僕は約20年後の未来からタイムマシンに乗ってやってきたんです。未来から？名前はトランクス。あそこにいるベジータさんの息子です。ベジータの？似てる。そういや似てるや。今から2年半後に僕は生まれるんです。でもそんな話をしに来たわけじゃありません。ぜひあなたに知っておいてほしい重大なことが。ああ。今のこの時代から3年後、5月12日午前10時ごろ、南の都の南西9キロ地点にある島に、すさまじいパワーを持った恐ろしい2人組が現れます。何者だ？宇宙人なんか？いえ、この地球で生み出された人造人間というやつです。作り上げたのは元レッドリボン軍のマッドサイエンティスト、ドクターゲロ。レッドリボン軍？そうです。軍そのものはあなたがその昔叩き潰したらしいですが。ああ、
オラがガキの頃にな。あん時一番悪いやつも倒したから、てっきり全部なくなったもんだと思ってた。それが残念なことにドクターゲロは生き残り、研究を続けていたんです。何のためだ？例によって世界征服が目的か？よくは分かりませんが、少なくともドクターゲロの狙いはそうだったと思います。しかし究極の殺人マシンとして作られた二人の人造人間は、生みの親のドクターゲロを殺してしまった。つまりただ殺戮と破壊だけを楽しみとする人造人間だけが残ってしまったんです。相手は二人、一対一でも僕は逃げるのがやっとでした。待てよ、おめの味方いません。20年後に戦士は僕一人しか残っていないんです。3年後の戦いで、あそこにいる父もクリリンさんもピッコロさんも他の皆さんも殺されてしまったんです。かろうじて逃げ延びたゴハンさんも、僕に戦いを教えてくれた後4年前に。あなたも知っておられるように、ピッコロさんが死んでドラゴンボールもなくなってしまい、誰も生き返ることができなくなってしまったんです。年月をかけ楽しみながら命を奪っていく人造人間のせいで、未来の世界は地獄のようなものです。強すぎるんですよ。待てよ、オラもやられちまったんか。あなたは戦ってない。今から間もなくウイルス性の心臓病に侵されて死んでしまうんです。めったな、先祖も病気には効かねんか。くそー、死んじまうんか。悔しいな、戦えてよそいつらと。戦えないのが残念なんですか？恐怖はないのですか？そりゃ怖えけんだよ、すげえ強えやつらなんだろ。やってみてよな。なるほど、あなたはやはり本物のサイヤ人の戦士だ。症状が現れたらこれを飲んでください。約20年後には特効薬があるんです。この薬であなたは死なずに済みます。本当か？やった、サンキュー。本当はこういうことはまずいんです。歴史を変えてしまうことになって。ですがあんな歴史なら、母さんもあなたなら必ず何とかしてくださると信じて、やっとタイムマシンを完成させてくれたんです。おめえの母ちゃん、オラのこと知ってんか？はい、よく。そういや、さっきタイムマシン作ったって言って、オラの知ってるやつでそんなことできんのは、まさかその母ちゃんって。はい、あそこにいる。どしゃー、ブルマが、今のが一番驚いた。あいつ絶対ヤムチャとくっつくと思ってたに、よりによってあのベジータと。わかんねえな。あのこのことは特に絶対に内緒にしておいてくださいね。下手をすると僕は存在そのものがなくなってしまって。ああわかった。では僕はそろそろ元の時代に帰ります。早く母さんを安心させてあげたいし。また会えか？タイムマシンの往復分のエネルギーを得るにはかなりの時間が必要なんですが、もし生きていられたら必ず応援に来ます。生きろよ、いい目標ができた。こっちもそのつもりで3年間たっぷりと修行すっさ。
さて困ったな。みんなにはどうやって言ったら。おい悟空、あいつ飛んでったみたいだけど、どこに行っちまったんだ。自分の家に帰ったかな。自分の家？あいつ結局何者だったんだ。おい、今はそれよりも話すべき重大なことがあるんじゃないか。え？貴様が話しにくいのなら俺から言ってやる。俺の聴覚は貴様らと出来が違うんだ。心配するな。奴の存在を消すような余計なことだけは言わん。ろくな修行もせずに殺されたんじゃたまらんからな。俺たちも殺される？どういうことだ。告げられた衝撃の未来、人造人間を迎え撃て。ピッコロはトランクスのことだけはうまく謎のままにし、すべてを皆に話した。さすがに誰もがショックの色を隠せなかったようだが、3年後に現れるという恐ろしい2体の人造人間、歴史に逆らい、その殺人マシンとの戦いに生き残るべく、それぞれが厳しい修行をする決意でいた。人造人間か。まさかレッドリボン軍の名前を今になって聞くなんてな。しかし奴が未来から来ていたとは。オラも驚いたけど、でもあいつは信じていいと思う。カカロット、教えろ。貴様ナメック星でどうやって生き残った。そうだ、俺たちずっと心配してたんだぞ。ああ、オラもあの時ダメかと思ったんだけど、最後の最後で運よくタマッコロみてえな宇宙船見つけてよ。そうか、ギニュー特戦隊、やつらの乗ってきた船だ。そいつ乗って脱出したら勝手にヤードラットっちゅう星に着いちまった。ギニューたちはヤードラットを攻めていた。そこに着くようインプットされていたんだ。なるほど、その妙な服はヤードラット人のものか。ああ、仲良くなってさ、もらったんだ。オラのはボロボロだったし。貴様のことだ。ヤードラットに行ってただ帰っては来るまい。奴らは力はないが不思議な術を使う。そいつを習っていやがったな。へへ、あったり。時間がなくて教えてもらった技一つだけだけど、瞬間移動っちゅうやつができるようになったぞ。瞬間移動？つっても移動するには場所じゃなくて人の気を感じ取る必要があるんだ。つまり知ったやつのいねえ場所とかいけねえ。そこがちょっと欠点かな。いや十分だろう。あんた今やもう何でもありね。よし、ではみんな3年後に現地で集合しよう。3年後のいつどこへ行けばいいんだ。3年後の5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島だ。1時間前午前9時にでもその島に着けばよかろう。言っておくが、自信のない奴は来るな。足手まといになるようなものにいられちゃかなわんからな。カカロット、スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。この俺はそのうち必ず貴様を叩きのめしてみせる。サイヤ人ナンバーワンは俺だってことを忘れるな。あ、じゃあ3年後のその場所で。本当に自信のあるもんだけで構わねえかな。よし、俺たちも行くとすっか。そうだピッコロ、オラとご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。いいだろう、望むところだ。やった、ピッコロさんと一緒に修行できるんですね。そんじゃみんな3年後にまた会おうな。おう。ねえお父さん、
一度うちに帰るでしょ。お母さんが待ってるよ。そうだな、父に顔見しとかなきゃいけねえだろうな。ピクロ、まずオランチ寄っていいか。構わんが、あまり時間をかけるなよ。はっ、僕はテンさんの。俺も戦う。その人。ねえねえ、人造に。わ、悪い。それに。あんたね。帰ってきてくれて。オラも。ありがとうな。本当。ヤムチャ。俺は遠慮するよ。俺は手加減する。黒さんは厳しいですよ。あ、楽しい。いや、俺は無天老師様と自分のペースで修行するよ。好，为什么不用瞬间移动啊？对，瞬间移动不是比较快吗？剑王星在哪里？地球外的区域啊，哈，好像可以做一些支线任务喽。接一下任务。今蹴ったぞ。ただいま、お母さん。悟空さん、本物の悟空さんなのけ。当たり前じゃねえか。おめも元気そうだな。まったく、1年以上もどこをほつき歩いてただ。そんな妙竹林な格好して、それにご飯ちゃんまでそんな格好で。いや、話すと長くなるんだけどさ。はあ？3年後に人造人間が来るから、ごはんちゃんを修行させてけれって。まあいいだろ。いい加減にしてけれ。冗談じゃねえ。悟空さ、どこまでごはんちゃんの勉強の邪魔したら気が済むだよ。勉強もわかっが、3年後には地球そのもんがやばくなるかもしんねんだ。ダメだダメだ、なんと言おうと許さねえ。じゃあおめえは地球の未来よりごはんの勉強の方が大事だって言うんか。当たり前だ。ごはんちゃんの勉強の方が大事に決まってるだよ。さすがにそりゃねえだろ。な、頼むよ。仕方ねえだ。これが最後だべ。父。だけど3年経ったら絶対憲法をやめさすからな。本当にすまねえ、父。スーパーサイヤ人にも弱点があったか。よし、そんじゃ修行に行くとすっか。悟空よ、聞こえるか。ん？この声、神様か。うん、よく聞こえるぞ。久しぶりだな。よくぞ地球に帰ってきたな。待っていたぞ。早速で悪いのだが、お前に大事な話がある。神殿に来てもらえるか。え？今じゃねえとダメか。ほら、これから修行が。皆にとっても大事な話なのだ。みんなに。わかった。今からそっち行くよ、神様。うん、待っているぞ。ピクロ、ごはん。悪いけど、ほら、神様んとこ行かなきゃなんねんだ。おめたち、どうする？何？神だと？俺は奴のところになど行くつもりはない。そっか。じゃあ、おめたち先に修行しててくれ。わ、はい、お父さん。でも、お父さん、場所ってわかるの？ピッコロとご飯の木探れば、なんとなく場所はわかるさ。大丈夫かな。そら、行った。オラがそっち行くまで、ピッコロとしっかり修行してんだぞ。任せておけ。久しぶりにしごいてやる。そんな。神様の大事な話か。
なんだろうな。なんか妙な感じだったな。よっ神様、ミスターポポも久しぶりだ。待っていたぞ孫悟空。で、一体何の用だ。ドラゴンボールについて話があってな。線路の調子でも悪いんか。いや、私の死、私の存在そのものが消える、その時が迫っている予感がするのだ。な、あくまで予感だ。そこまで深く考える必要はないかもしれぬが。もう、わかった。予感なら外れっかもしんねえしな。だが、もしもの時を考え、願いは今のうちに叶えておくのだ。よく考えて使わねえとな。分かったよ神様。もっとそろそろ戻らねえとな。ピッコロたちはあっちか。やじろべえ。オラを呼んだっちゅうことは、なんか用でもあるんか。そういうこと、頼みがあるんだぎゃ。なんだ頼みって。先祖だわ先祖。カリン様がまた育てるってよ。それにゃ肥料とか必要でよ。それ集めんのおみやさんに頼もうと思ってよ。ならおめえが集めに行けばいいじゃねえか。俺は忙しいの。どう見ても暇そうじゃねえか。うるせえ。どうせ先祖はおみやさんたちが使うんでしょう。自分で探してくるのが当然でしょうよ。それもそうか。相変わらず軽いやつ。よし。じゃあ詳しく説明するでよ。てなわけで、今説明したやつが必要な肥料だぎゃ。肥料は聖地カリにあるでよ。場所も地図に印つけといてやったでね。この塔をずっと下に降りていきゃたどり着くでよ。肥料集めよろしく頼むわ。わかった、行ってくぞ。好，我们先收集资料吧。收集材料。カリン様には先祖で世話になってっかんな。こりゃ調整水か。カリン様から寝てんかな。おい、おい、红色的地方就是啊。カリン様には先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも。ロッキー。木が見せてくるのがわかんな。ただ。カジロベのやつ、いつもここで何やってんだろうな。还要打敌人。なんかいるな。ごめん。好。哎，真麻烦啊。死ぬって感じでもいいしな。哎，没算好时间。
轻松。おお、なるほど。ヤジロベのやつ、これが嫌で頼んできたんだな。ま、いい運動になったからいっか。あったあった。找一下回忆。对，哦，那么远啊！发送那么密切，嘿嘿嘿，いいもん手に入ったな。いいもん手に入ったな。すんげーうまそうなもん見っけ。哪里呀？这里吗？诶，可是这已经超出那个范围了，应该不是这个。我看到了，这个吧。好，取ってきたぞ。やってくれると信じてたでよ。ちょっと待ってろな。頼まれとったやつ取ってきたんだわ。バッカモン、それは悟空が取ってきたんじゃろうが、楽ばかりしようとしようってからに。おい、寝てたんじゃ。瞑想しておっただけじゃ。まったく、お主には一度ガツンと反省させねばな。どんな仕置きをするべきかの。そりゃあにゃあわ。ともあれ、ご苦労じゃったな悟空。また先祖が育ったら分けてやろう。お、頼んだ神様。すっかり遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。OK、取仙道。哦，太棒了。哦，好棒哦！仙童可以回全部体力吧？刚不拿到是吗？哦，哎，这里吗？主线剧情是在……哦，布莱克斯蒂，布莱克斯蒂。Go！我先快转一下。啊！お父さん、わりわり。さて、修行始めっか。おし、それじゃ二人まとめてかかってこい。二人まとめてだと？なめられたものだな。ご飯、本気でやるぞ。奴に一泡吹かせるつもりで思いっきりやれ。はい。まだまだ行くぞ、ゴン。はい、ゴッサン。どうした？そんなもんか。すごい。ひるむな、ゴン。これもお前も強くなっているんだ。やってるわ。ほっ、よっ、ほっ。よっ、ほっ。まてに一年も遅れて帰ってきたわけではないようだな。おいおめえたちこそ。さすがお父さんだ。
さすが、あのフリーザを倒しただけのことやな。おめえたちもフリーザより強くなってもらうかな。そんな、なれるのかな。それはどうかな。まだこいつは楽しみだ。よし、今日はご飯、おめえ強くなったな。そうかな。ガキの頃からあのベジータやフリーザを相手に戦ってきたんだ。強くもなるだろう。だな。ここにいるとピッコロさんと修行してた時のこと思い出しますね。ふん、お前がメソメソ泣いてたことか。そんな。そうか、おめえたちオラが死んじまってた時ここで修行してたんだな。うん、ピッコロさん厳しくて使えんガキには用はなかったからな。まあ少しは使える程度にしてやったが。すまねえなピッコロ、おかげでご飯もここまで腕上げることができた。もしかしたらあっちゅう間にオラたちよか強くなっちまうかもしんねえな。お父さんたちを超えるだなんて。うん、それくらい強くなってもらわなければ困る。今度オラもしっかり修行つけてやっかんな。3年後みんな驚かせてやろうぜ。ご飯は、はい。そういえば他のみんなはどんな修行してるんだろう。ベジータの野郎は相変わらず一人で生きがっていたようだな。なに、ベジータなら大丈夫だ。
奴が修行したという重力をコントロールできるトレーニングルーム。あれさえあれば、あんなものを作れるのはあの女の親父だけだ。どこにいやがる。あの女の親父はどこだ。お、我叫做贝西塔了。然后这是开始支线，可以做支线的我。看看比克林的气啊。我们先解一下支线任务好了。うまそうじゃないか。好，我们做一下之前的舞。ここにいたか。なんじゃ？何か用かね？前に頼んでいたトレーニングルームの件はどうなっている？大体の組み立ては終わっているんだが、あと少し材料が足りなくてな。材料だと？そりゃお前さんのパワーに耐えられるものなんだぞ。生半可な強度で作るわけにはいくまい。回りくどい話はやめろ。必要な材料を持ってくれば作れるんだろうな。まあそういうことだよ。集めてきてほしいのはね、と必要なものは以上だね。ちっ、それを集めりゃいいんだな。なあ、すまんね。そうじゃな。どうかね。应该在这里吧，北部。那我们这边快转一下，轻轻松松。おいお前、この星の原住民か？いいもん拾ってんじゃねえか。命が惜しけりゃ、そいつを渡してもらおうか。なんだ貴様らは、フリーザ軍の残党か？お前、ベジータか？なんでこんなところに。そうか、お前もフリーザ軍が滅んで金目のものを奪いにこんな星まで来たんだな。だがこの星は俺が先に目をつけたんだ。分け前は渡さねえぞ。バカが、俺は今機嫌が悪いんだ。消えやがれ。取ってきたぞ。これで文句はないだろう。材料さえあれば大して時間はかからんから、ちょっと待ってなさい。さあできたぞ。カカロットのやつは100倍の重力で修行をした。ならば俺は300倍の重力で修行してやる。作ったわしが言うのもなんだが、むちゃくちゃだぞ。ベジータ君の体重が60キロだとしたら18トンにもなるんだぞい。たかがやつの3倍だ。俺にできないはずがない。ベジータのやつ、300倍の重力でトレーニングするなんて言ってたらしいけど、何考えてんのかしら。ちょっとベジータ、何してんのよ。黙れ。俺のことは放っておけ。あ、そう。じゃあ好きにすれば。なぜだ。なぜ俺は奴に勝てない。俺はサイヤ人の王子なんだぞ。まったく、バカな奴なんだから。呆れた。あんたずっと修行続けてたの。その様子じゃまだまだお先真っ暗といったところみたいね。いっそ孫君に聞いてみたら、スーパーサイヤ人になる方法を。そんなことをするくらいなら死んだ方がマシだ。じゃあ死んでみる。
なんだと？トレーニング用のシミュレーターにあんた向きの相手を用意しておいたわ。勝てるかしらね。ふざけるなよ女。俺を誰だと思って嫌がる。サイヤ人の王子ベジータ様なんでしょう。決まりね。健闘を祈ってるわ。あとあんたもブルマっていう私の名前くらいいい加減覚えなさいよ。私を誰だと思ってんの。あの女。ここはカカロットと戦った荒野か。ということは、な、何？相手はカカロットでなく俺だと？喜ぶがいい。貴様のような出来損ないが超エリートに遊んでもらえるんだからな。あの女、ふざけやがって。努力だけではどうやっても超え。俺は俺を超える。カカロットを追いかけるだけの俺などぶっ倒してな。あら、物足りなかったみたいね。貴様、ムカつく門を作りやがって。冗談よ。いやね、もっとだ。え、お前が言った通り物足りんと言っている。もっと強い相手を用意しろ。ちょっと何を偉そうに。俺が強くなって3年後に人造人間どもをぶっ倒してやる。それで文句はなかろう、ブルマ。わかったわよ、もう。あら、今私初めてブルマって名前で呼ばれたんじゃない。俺はカカロットを超えるぞ。見ていろカカロット、俺がナンバーワンだ。